はい、今日も動画見ていただきありがとうございます。今日はですね、もも裏がねこう張っちゃってるとかいう方結構いらっしゃると思うんです。でもも裏が張った時にこういう、まあ、マッサージとかねこうしてもなかなかこの張りが取れないよとかで、例えばですねもう一つ、例えば前屈、前にこう前屈ちょっとこうしてみてください。確認のためですね。こう前に前屈でなかなかこのもも裏が硬くて足が硬くて前に行かないよっていう方、手がつかないよっていう方のための今日はですねケア方法ということで、ね、お伝えしたいと思うんです。でまずですね、さっきみたいに、ね、こう前屈っていうのをこうちょっとやってみてください。でどのぐらいですか、このぐらい、確認だけです、確認だけこうやってみて、あこのぐらいしかいかないなっていうのを確認してもらうといいと思うんです。でここに張り感があるな、ここはきついな、ももに張り感があるなっていう方は一回確認してみてください。でその後にですね、その後にやってもらいたいことなんですけど、ちょっと見えますかね。はい、まず足を出してますね。でよく間違える方がいるんですけど、この外側のここにくるぶしってありますね、骨、ここの出っ張りの骨があるんです、足の骨の出っ張り、はい、で内側じゃないです、内側じゃないです、外です、外の出っ張りで、出っ張りの周りを少しこうマッサージしてあげてみてください。多分ここが、このももがね硬くて痛い方はここをちょっとだけでも押すだけでも、軽くですよ、軽く押すだけでもかなり痛いと思うんです。周りどうですか、こうつま、あの親指かなんかこうつまんで、はい、指の方とかかとの方っていう形で上下に押してみてください。あ痛いかな、その周りをですね押してみてください。痛いな、多分かなり痛いと、ちょっと触っただけでもかなり痛いと。内側じゃないですかね、内側、間違ってない、くるぶし、外のくるぶしのこのところ、こう痛いかな、かなり多分痛いと思います、はい、右の足で、今度逆の足もやってみましょうか。逆の足、このくるぶしありますね、外のくるぶしの、はい、周りをこう上下してみてください。あ痛いかもしれない、右と左だとちょっと痛さが違うと思うんですね、はい、でこれ何をね、なんでこんなことやってるのかっていうとですね、体重がここにね、ここももに負担がかかってる人ってすごく体重外に行きやすいんですよ。外、足が外に行きやすいってことは、外に行くってことはここにね、ここに体重がこうかかりすぎてるんですね。なので少しここをマッサージしてあげるってことしてみてください。右左と。でこれをやった後ですね、やった後に、まず前屈ってこうやってやってみてください。前屈さっきより行くと思うんですね、はい、さっきよりこう前屈した時にかなり行くと思うんですけど、もしももがね硬い人で、こういうケアをねお風呂の時にやっていただくとねいいと思います。お風呂に入った後に、あ入って湯船の中でこうちょっとしてあげると、ここの張りがですねだんだん緩和されてきて、楽になってきて、そうすると前屈する時もあ結構行くなとかなりますんで、ぜひですねこうやってみてください。まず最初確認してもらって、前屈で確認してもらって、さっきですよ、外側のくるぶしを周りを少しほぐしてあげる、右左ですね、右と左、これね、まあ座ってでやってみてください。でまた前屈ってこうしてあげると結構ついたりしますんで、ぜひですねこういうケアねやってもらうといいと思います。はい、今日もありがとう。